おはようございます。DBC レスから来ました小野博正と申します。今日ちょっと午前中3時間弱ですね、お時間をいただいて、主にまあ遺伝子発現データベースとか、遺伝子発現のデータをまあどうやって使うかとか、あと自分のデータと組み合わせてどう使っていくかっていうところを中心に紹介したいと思います。それでは早速ですね、この AJAX のページ皆さん開けてますかね。たどり着けてない方はこの講習会のページから行っていただいてもいいですし、 moddb とかっていうふうに検索をするとですね、一番上に出てきますが、ここからアジャックス琉球の講習会資料ということが、見えますか？もうちょっと大きい方ですか？ここです、講習会資料っていう。で、URL 直打ちされる方はこういう感じですね、 moddb.dbcls.jp のスラハテナアジャックス41、これ直打ちしていただいても構わないです。で、私の講義は基本的にスライドないです。で、このサイトに全て、手順から何から全て書いてあるので、ここをたどり着けないと始められないので、もしいけないよという方いらっしゃったらお手を挙げていただいてスタッフにお知らせください。よろしいですかね。はい、じゃあ、ですね、私の講義のところはこの遺伝子発現 DB 解析ツールの紹介というところです。で、はい、一応こんな感じで最初目次ということで今日、やる予定のものがざーっと書いてあります。で、ちょっと全部をやるとですね3時間でちょっと収まらないところもありますので、いくつかは省略っていう形でなっていますが、基本的には省略されているところも、そのプロトコルっていうんですかね、手順については全て書いてありますので、皆さんのその興味に応じて、やっていただけるようになっていますので、こちらも参考にしてください。あと、私なんですけど、どこの馬の骨かわからないという方はですね、私の個人のサイトがありますので、お時間ある時にちょっといろいろ赤裸々に書いてますので、ご覧になってください。はい。でですね、早速やります。で、講習に際しての注意と、注意ということではないんですけど、ちょっとお願いということで、昨日ちょっとどうだったかわからないんですけど、今回実習ということで皆さんにお手元のパソコンを使ってハンズオンという形でやっていただきますので。みんなで同時にアクセスをすると、ご経験あるかもしれませんけれども、急にこう反応が悪くなったり、中にはサイトが落ちちゃったりとかっていう場合があります。で、今日なんかも結構人数いらっしゃるので、みんなで一斉にこうじゃそこにアクセスしに行くと、なかなかその Google とか Yahoo とかと違ってですね、我々のサーバーそこまでこう非常に強くないので、みんなで一斉に行くと結構いいとも簡単に落ちますので、そうならないようにしてるんですけれども、ちょっとそういうことがあるよということを頭に入れておいてください。ですので、資料を見ながらですね、もう全部今日やること書いてありますので、資料を見ながら、あ、この辺はもう全然余裕だなという、自分で進められそうな方はですね、もうどんどん先に進ん、もうやってください。で、ちょっと自信がないなという方は、私今この画面を使いながら一緒にやっていきますので、それについて来てもらうという形にしていきます。で、そうは言ってもですね、みんなで同時にアクセスしてしまう時もあると思いますので、もしそのサイトの反応が悪い時、なかなか結果が返ってこないとかっていう時は、
自分あのそのマシンが悪いんではなくて、おそらくこういう事情なので、まあ、ちょっとタイミングをずらして実行してみるとか、あとまあ反応が悪いからといってですね、こうよくいらっしゃるんですけど、何度も何度もこうクリックをしてもですね、ますますこう状況が悪くなるだけですので、まあ、おおらかな気持ちを持ってですね、あの臨んでいただきたいと思います。であとですね、まあこういう形で進めていくんですけれども、あの分からないことがあったらぜひともですね、遠慮なくあの手を挙げていただいて、あの私をインタラクトしてください。まあ、あの遠慮は無用ですって書いてあるんですけど、あの分からなくて当たり前で、分からないのでこういう講習会を開いてるわけですので、あのどんな些細なことでも構いませんので、あのぜひあの、そうするとみんな意外にですね、あのご自分が知らないだけではなくて、周りの人も聞きたいんだけど聞けなかったみたいなことがよくあるので、あのぜひあの勇気を出してですね、ちょっと手を、まあ、勇気そんな大して勇気いらないんですけど、あの手を挙げて教えていただければなと思います。それではですね、まず最初に、まず最初にちょっと続くんですけど、統合 TV っていうのをですね、あの我々の DBCLS で実は初期の頃から取り組んでいます。でこれは何かっていうとですね、あの 生命科学分野の、まあ、使えるデータベースとか、あとウェブツールの使い方をですね、まあ、動画で実際にどういう動かし方でこうその動画はデータベースやツールを使っていくかっていうのを紹介しています。でつい先日ですね、もうそれが動画が700本を超えまして、まあ、いろいろな多岐にわたるデータベースウェブツールの使い方が載っています。で今回のこういう講習会に際してもですね、講習の内容っていうのはほとんどこの統合 TV に同じ内容が実はあります。なので例えば、今日まあ、来れなかった同僚の方ですとかいらっしゃる場合にでもですね、あのご自宅に帰ってからでもですね、同じ内容がほぼできるように動画でもあのチュートリアルがありますので、まあ、聞き漏らしてしまったからといってですね、あのこう焦らずにあの何回も再現できるようになってますので、こちらも合わせてご活用いただければなと思います。この辺ちょっとクリックするとですね、今日紹介する発言データの話、まあ、発言制御解析っていうようなカテゴリーを作ってるんですけれども、そういったものが、こんな風にまとめられています。これちょっと途中のサイト、まあ、トップページはですねこういう感じになっていまして、でちょっとこのサイトですね、あのインターネットエクスプローラーでやるとちょっと動作がおかしくなることがちょっと分かっているので、なるべく この辺のブラウザで使っていただければと思います。で、まあ、こういう感じで YouTube の、統合 TV の番組は YouTube にも同じ番組が上がってますので、まあ、どちらで見ていただいても構わないです。こちらを押すと統合 TV の本家サイトの方がに飛びますし、ここそのままクリックすればあの埋め込み型なので YouTube の動画がそのまま再生されます。まあお好きなあの動画のビューはあると思いますので、あのお好きな方をちょっとご覧になってください。で700本動画があるって話をしたんですけど、これはなかなか探すのが大変ですというところで、こういうサイトをちょっと作ってるんですけど、ここの検索窓ちょっと私あのレイアウトが崩れてるんですけど、ここにですね、例えば何でしょうね、統合 TV とかって入れると、下の画面がちょっとこう検索結果が変わったのが分かるかなと思うんですけど、これインクリメンタルサーチでもう逐次検索結果がこうバラバラと変わっていくと、ので非常に高速に検索ができます。例えば DBCLS なんとか、まあ、ちょっとこれ検索結果変わらないんですけど、なんでしょうね、あとパブメドとかやると、この説明文にパブメドがこの辺にありますね、パブメドってありますけど、この説明文の文章をテキストサーチしている形になるんですけれども、何かご自身で調べたいデータベースの名前とか何かキーワードがある程度頭にあるような場合は、ここからキーワードを入れていくと発見が早いのではないかなと思います。あとそれ以外に特にないんだけど、まあ、どういう動画があるのかななんていう場合は、先ほどご紹介したこういう目的別
にそれぞれ分けていますので、例えばあのゲノムの研究している場合なんかは、まあ、ゲノム拡散の配列解析と、まあ、昨日もこういうセッションありましたけれども、まあ、この辺の話ですとか、あと今日やる発現勢力解析ですとか、あとはもうちょっと例えば情報収集で文献を探したりとか辞書とか、あと、あのパソコンの環境構築系なんていうのもこの辺で紹介しています。で今回も、講習会実は録画をしているんですけれども、各地でこういう講習会をしている動画を撮っています。で今回のやつも後日統合 TV からおそらく公開されると思うんですが、その辺の動画なんかも過去の動画ですけれども、この辺にまとめられているので、まあ、講習会の、まあ、まあ雰囲気も何も今まさに講習してるんであれなんですけど、知りたいななんて方はこういう感じであのまとめています。はい、ということで、このアジャックスの今僕ちょっと間違えましたけど41のページはなるべくこのまま残しておいた方が良くてですね、何かリンクをクリックする際は、右クリックとかでこんな感じでメニューが開くと思うので、新しいタブで開いていただくと、あのこのページがどこに行っちゃったかなっつってもう一回探さなくて済みますので、次からはというかこういうリンクがあるところはなるべくこういう新しいタブで開いた方が、便利だと思います。はい、でいざ講習その前にということでいろいろ書いてあるんですけど、まあ、この辺はもし、私が喋っててよくわからない ID の話とかがちょっと出てくるんですけれども、その辺でもしちょっとわからないなという方はこの辺を見ると、その辺の講習、その遺伝子の データベースの基礎知識的な話をした時の講習会のレジュメが出てきますので、まあ、こちらを参考いただけるとよろしいかと思います。それではですね、今日は大きく分けて3つぐらいテーマがあります。でまず最初は、一つ一つの遺伝子のいわゆる発現プロファイルみたいな、まあ、どこでどういう遺伝子がどのぐらい発現してるのかみたいな、まあよく皆さんやられる、例えば論文を読んでてよく知らない遺伝子の名前が出てきたけど、じゃあその遺伝子どこで発現してるんだろうとか、そういうのを、調べるにはどういうウェブツールデータベースがあるのかなんていう話をちょっと最初にしたいと。で次に、一個一個は、まあ、ある程度こう何て言うんですかね、ポチ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 打てば探せるんですけれども、で今度それがじゃあ数十個とか、あとははたまた数千個ぐらいの、そのある程度自分が何か実験で絞り込んだような遺伝子のリストがあった時に、じゃあそれの遺伝子が一個一個こう見て特徴を人間の目で見てですね、エクセルを眺めながらこうこれは何とかって特徴があるっていうのを見出すのはなかなか難しいと思います。でそれをですね、まあ、そういうのってコンピューターが得意ですので、まあ、それを実現できるウェブサービスっていうのがいくつかありますので、まあ、それを使って実際に、まあ、ある程度マイクロRNAのデータを実際テストのデータを使ってですね、どういう、まあ、生物学的な解釈ができるかなんていうのを、ちょっと実演実習したいと思います。それでですね、で最後はですね、まあ、発現情報っていうと、まあ、こう NCBI の GEO ってジーンエクスプレッションオムニバスっていう、まあ大量の発現情報が全部そこに入っているようなデータベースなんですけど、まあ、これを使ってですね、まあ、いわゆる通り一遍のマイクロアレイのデータの解析みたいのがウェブ上でできると、簡単ですけれどもウェブ上でできるということですので、まあ、それを実際に使ってみて、ある程度、まあ、他人のデータですけどある程度こう生のデータを使って実際に解析をすると、そういうところまでやっていきたいと思います。大きく分けてこの3つです。はい、でまずはですね、じゃあ、個々の一個一個の遺伝子の発現プロファイルを調べるっていうことなんですけれども、これ、最初にレフェックスっていうふうにこれ読みます。でこれはですね非常に手前味噌なんですけど、我々 DBCLS で作っています。で今までの講習会はですね、ちょっと先に言っちゃうとですね、このバイオ GPS って方をずっと紹介してました。でこれ我々のレフェックスの競合サービスなんですけど、非常にいいデータベースです。でなんですが我々のレフェックスもですね、非常にいいデータベースになってきております。なので、まあ、
私が作ってるところもあるんですけど、あのこちらを紹介して、まあ、好きな方を使っていただいて構いません。あのインターフェースがちょっと気に入らないなっていう場合はバイオ GPS でもいいですし、バイオ GPS はちょっとなっていう場合はレフェックスを使っていただければと思います。でこれ早速ですね、あのこの辺ポチポチ開いて見ていただければと思うんですが、まあこんなような非常にシンプルなインターフェースなんですけど、これ何ができるかというとですね、まあ、最初人とマウスとラットの3つの生物種がまずあのしかないんですけれども、まあ、この3つの生物種の4つの異なる実験手法によって得られた、40種類の正常な組織臓器ですねにおける遺伝子発現の、リファレンス、まあ、標準になるような基準になるようなデータを、我々の方で公共のデータベースから得てですね、それを、閲覧可能な形に整理していると、そういうデータベースになっています。で細かいことはですね、いろいろこの辺に書いてありますけれども、まあ、この辺読んでいただければ、もう読んで字のごとくです。で、まあ、早速、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、使っていただくのが非常にいいと思います。でこれ一つ、まあ、特徴としてですね、あの先ほども申し上げたんですけれども、あのここに載ってるデータっていうのは我々が例えば一個一個実験をして得たデータではなくて、まあ、すでに公開、世界中に公開されている皆さんももう自在に使える公共のデータをですね、我々の方で、広くこう検索をしてですね、あのこれなら基準になる、で基準になるデータとしてやっぱりまあ最初はいろいろ考えられたんですけれども、まあ、正常な組織とか臓器っていうのはある程度まあスタンダードになるだろうという考え方で、まあ、こういう正常組織とか臓器における遺伝子発現のデータっていうのはいくつかあるんですけれども、それをまあ拾ってきてですね、でもう一回こうクオリティをちゃんとチェックをして、お互いに比較できるように並べ直すと、まあ、そういうことをしています。で、まあ細かいライセンスの話もちょっと書いてあるんですけど、自由にあの再配布ですとか、あの自由にダウンロードしたり再利用することは可能なデータになってますので、あのぜひご活用いただければなと思います。それでですね、じゃあ早速、レフェックスを使って、まあ、ちょっと具体的に書いてありますけど、組織特異的遺伝子を検索するっていう実習をやってみたいと思います。でじゃあ1番からやっていきます。でですね、実はこのサイトは今 refx.dbcls.jp っていうサイトなんですけど、今まさにまだ開発をちょっとしているところでですね、今日は実はテストサイトですって書いてます。で近日中に正式版になりますっていうことで、実はこう URL を差しに行くとですね、スラッシュテストサイトって書いてあります。なのでこっちの方をちょっと開いてください。でこれも世界中に見えるんですけど、直打ちしないと見えないサイトです。テストサイトです。なのでまだちょっとバグとかもあるんですけれども、もうほとんど出来上がってるので、ちょっと皆さんに使っていただいて、あのいろいろ使っていただきたいなと思って、今日はちょっとこっちを使いたいと思います。それでですね、これ何が、まあ、いろいろできるんですけど、今回の話としては組織特異的遺伝子ということで、このトップページにですね、あの真ん中に非常に目立つこうアイコンがあると思うんですけど、これがレフェックスに載っている40種類の臓器のアイコンです。で今ここ表に10個載ってるんですけど、その40個全部載せると今度ちょっとビジーなので、それをさらにこうグループごとに10個に大きなグループに分けています。でそれが主に載っていてですね、細かい細目を見たい場合はこうマウスオーバーをしますと、それぞれがどういう組織が中に含まれる、例えばこれなんかは血管系ですね、血管系の仲間が入っていますとか、あと左だとこれはあの脳ですよね、脳ので細かいこういうサンプリングをした結果が出てるんですけども、あ脳のグループとか、あと消化器のグループとかというような形で、まあ、肝臓は肝臓だけなんですけど、まあ、こんな風にして中にこういくつか入っています。なので今回はこれを使ってですね、組織特異的に発現する遺伝子を見るということで、これ結構皆さんあのいや興味がある方いらっしゃるんじゃないかと思う。あの実験やられてる方はなんかこう肝臓特異的遺伝子知りたいとか、なんとか特異的遺伝子とか結構こうコントロールとして使ったりとかもする場合があると思うんですけど、これを調べるのってなかなかあんまりなくてですね、よく論文にこうこの遺伝子は
肝臓特異的遺伝子であるって書いてあるのをそのまま使ってるようなイメージがあると思うんですけど、これは実際のデータを使ってですね、それが本当に組織特異的に発現しているのかっていうのをワンタッチで検索できるサービスです。なので今回はちょっと例としてですね、この肝臓っていうところをクリックしてみてください。今2番をやりました。でこれから3番です。でここクリックして出てくる画面がですね、検索結果の一覧なんですけれども、見えますか？大丈夫ですか？もうちょっと今日は。でこういう感じになってまして、この上の方にですね、さっきの 10個の大きな分類があります。でここのバーが発現量を示していて、この辺マウスオーバーをするとですね、その実際の発現の値が出てきます。で4つの実験手法っていう話をしたんですけれども、ここで出てきたですね EST とジーンチップ、これはマイクロ RNA ですね。あと KG、 あと RNA シーケンス、まあ、最近出てきた次世代シーケンスのデータです。まあ、この4つですねを、こう並列に並べてあげて、まあ、それぞれそのデータの出どころは違うんですけれども、その実験手法の、まあ、いいとこ悪いとこ、その検出しやすい遺伝子、しにくい遺伝子なんかもあったりもするんですけども、その辺の差がこう明示的に見えるようにデザインされています。で、まさにですね、今、検索条件という形で、組織で肝臓って出てるんですけれども、でこれ肝臓特異的遺伝子が今表示されています。でまさにこの肝臓がここにありますので、この赤いバーが立っているところが肝臓の発現で、その他のところっていうのはだいぶ低いというようなデータです。でこうざーっと見ていくと、まあ、割と肝臓なので機能が割と非常に特殊な機能を持ってますので、まあ、見たことあるような、ある程度こう想像できるような遺伝子が出てくるなぁなんていうのは分かると思います。で中にはですね、こういうふうにノーデータなんていうのも、まあ、中にはあります。でこの左側のこの何ていうんですかね、人体マップ3D マップって書いてあるんですけど、これも実は我々のセンターで開発しているボディパーツ 3D っていう人体をこう 3D で描画するサービスがあるんですけれども、それにこうヒートマップを、まあ、発現が低ければ低いほど青くなって、高ければ高いほど赤くなるみたいな形でヒートマップをこうその人体 の模型にこう投影しているという形です。まあ、肝臓なのである程度こう場所は大体、まあ、この辺だろうなっていうのは分かるんですけど、例えば膵臓ってどこだったっけなとか腎臓ってどこだったっけななんていう場合に、この辺が非常に直感的に視覚的に理解できるというようなさ表示の仕方になっています。であとこれ、まだこれ検索結果一覧なので詳細データが見れます。でこの遺伝子の名前のところをですねクリックすると、個々の遺伝子の、まあ、かなり詳細な情報が出てきます。でさっき40分類って話をしたんですけども、ここでちょっと初めて40分類全てのが展開したデータっていうのが出てきます。で今までの、検索結果一覧で出てたのはその10分類にこうギュッとまとめたところがあるので、まあ、肝臓は1つしかないからいいんですけど、例えば脳とかだと測定部位が8箇所か9箇所ぐらいあるので、それが大体こう平均されて表示をされてしまうので、中には埋もれてしまうような遺伝子もあるので、まあ、そういう場合はここの1個1個の遺伝子を詳細データを見に行くとこういう感じで見れます。で最近RNA シーケンスのデータをですね更新しまして、昔はちょっとですねこうカバー率がちょっと低かったんですけれども、今回採用したデータだとかなり広範な範囲で、カバーできていますので、元々はですねこのジーンチップマイクロアレイのアフィメトリクスのマイクロアレイのジーンチップがかなりその遺伝子の数も多いし発現しているサンプルも多いっていうことで基準にレフェックスの基準のデータだったんですけれども、
まあ、これから今後はですね、そのやっぱりあの発言 の, その精度ですとかその辺を考えると RNA シーケンスの方がかなりいいデータになってくるんではないかなということで、今後はおそらくそのジーンチップと RNA シーケンスのこの2本立てで、あと EST と KG についてはまあ参考というか、あのこう、まあ、こういうケースだとこうだったよというような感じで見ていただければなと思います。で RNA シーケンスのいいところはですね、ここで見ると非常に分かりやすいんですけど、ジーンチップのデータの場合はあのマイクロ RNA の実験って皆さんやられたことある方っていらっしゃいますか？あんまりいらっしゃらないです。あのちょっと実験のそのシーケンスをするのかハイブリダイゼーションをするのかっていうので、まあ、まず明確に違うんですね。でハイブリダイゼーションをしちゃうとどうしてもそのいわゆるなんていうんですかね、人間が言うところの発現してないっていうところもこういうふうに例えばちょっと反応しちゃうんですよね。あの実験主義的な癖というかがあるんですけど、でこうすると例えば、まあ、見る人によっては、まあ、肝臓で確かに高いけど他でもちゃんと出てるじゃないかみたいなことを、まあ、あのちょっとへりくつかもしれないですけど言う方もいるかもしれないんですけど、 RNA シーケンスだとそれがほとんどないんですね。あるところには確かにちゃんとあるんですけど、ないところにはないんですね。シーケンスなんで読めない、読まれないので、なのでこういう非常にノイズの少ないあのデータが取得できるっていうのは一つ大きな RNA シーケンスの特徴です。で RNA シーケンスのデータは今度いろいろ皆さんお話聞かれてるかと思うんですけど、なかなかその自分でデータをハンドリングしてこの表示するとこまで持っていくのが結構ヘビーなので、なかなかこのパッと簡単に見れるデータっていうのがあんまりないので、このレフェックスは非常にいいかなと。もうワンタッチで RNA シーケンスので、まあ、組織だけなんですけど、まあ、見れるということが一ついいところだと思います。でちょっといろいろ飛んじゃって申し訳ないんですけど、まあ、ヒートマップのこのデータなんですけど、まあ、体全体ですとかあと体幹の部分あと脳みたいな形でいくつかこう切り替えられます。でこれ実はぐるぐる回すこともできてですね、アニメーション表示とかやるとちょっとこの辺はみんなでやりに行くとあの反応が鈍くなるところもあるかもしれないので、ちょっと前を見ていただけると非常にいいんですけど、まあ肝臓は非常に分かりやすい臓器なのであの一目瞭然なんですけど、ちょっと小さめの臓器とかになると、あとこう背中の側にあるやつとかだとなかなかこう見えなかったりするんですけど、こうぐるぐる回すとあのあ背中にある方にも例えば腎臓なんだなとかっていうのも簡単に見れるようになります。でちょっとここにあるあのグラフについてはちょっとまだ開発中の機能なのでちょっとあの 流します。で下の方に行くとですね、あの、まあ、その遺伝子の ID の情報ですとか、まあ、オーソログの対応がある場合はその遺伝子の情報、あと染色体の位置の情報ですとか、あとファミリーと遺伝子オントロジーの、情報っていうのが出てきます。まあ、基本はこういう感じです。で、ごめんなさい戻ります。あ、それでですねちょっと順番通りやります。検索結果一覧です と、例えばまず相当っていうのがあります。でここの相当の機能をですね使うと、まあ、今回載っている遺伝子について、まあ、今はですねここのこれ6って読みます、6ローエントロピースコアって書いてあるんですけど、これは何かというとですね、この組織特異的遺伝子っていうのをどうやって出してるかっていうあの気になった方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、組織特異的遺伝子ってどういうじゃあ状況かなっていうのを考えた時に、いわゆるこうなんていうんですかね、外れ値みたいな形になるんですね。他の臓器で全然出てないんだけど、ある一つないし2つみたいな臓器だけでバーンと高く出てるっていうのは、まあ、データ的に見るとその外れ値を検出するとある程度そうじゃないかっていう、まあこれは本当かどうか分かんないんですけど、機能的に本当かどうか分かんないんですけど、発言としてはそういうふうになっているデータを抽出してくればおおよそ組織特異的に発現している遺伝子なんじゃないかっていうのを考えて、こういう6っていうですね外れ値検出のプログラムを開発されている方がいらっしゃって、まあ、その、 あのデータを使ってですね実際に計算をして、算出しています。なので今デフォルトではこれになってるんですけど、例えばじゃあ
RNA シーケンスで発現が高い順に並べ替えてくださいなんていうようなことをすると、こんな感じに出てきます。で、これ相当なので、必ずしも、なんかこう特異的じゃないような感じが出てくるんですけど、もうこれは単純に RNA シーケンスの発現量が絶対値が高い順になってます。あとは例えば遺伝子名の照準、まあ、遺伝子名でこう並べ替えたい時なんかはこうやります。あとはですね、まあ、相当項目を切り替えてどのように結果が変わるでしょうかということで、まあ、皆さんちょっといろいろ思い思いにやっていただければなと思います。で、じゃあ例えば、実習的なことをするとですね、5番の絞り込み検索っていうのをやりたいと思います。じゃあこの、まあ肝臓特異的遺伝子と思われる遺伝子が今463個検索されたわけなんですけど、じゃあこの中で遺伝子名に例えばリバーとかっていう含むものだけを取ってきてほしいなんていうのはこれでできます。で、遺伝子名っていうところをクリックするとですね、遺伝子名の絞り込みっていうのができます。で、ここにリバーって入れていただいて、それが含むインクルードする条件でもう一回絞り込みをします。そうするとですね、そうすると、リバーを含む、遺伝子っていうのは、これはですね、リバーはどこを含むかっていうと、まあ、遺伝子の名前もそうなんですけど、この同義遺伝子の中も検索をしています。で、リバーがどこにあるか、そこにリバーがあります。リバースペシフィックオーガニックアニオントランスポーター2とかっていう名前が実は別の名前で異名がついているということがわかります。で、昔、今現行のですね、レフェックスはこのちょっと検索の絞り込みがまだ実装されていませんで、これは今度新しく実装される機能です。というふうに結構こんな感じで簡単に絞り込みができます。で、次にですね、じゃあ、さらに細かくですね、例えばじゃあここにソルートってありますけど、このソルートはたくさんこうソルートなんとかっていうのがいっぱい出てくると、それは見たくないよっていう場合があると思いますが、そういう場合にはじゃあソルート以外っていうことでソルートって打ってですね、ここにエクスクルードボタンがありますので、リバーは含むけどソルートは含まないみたいな、そういう条件で検索をしてみます。そうすると、あ、最初の2つだけだったようですね、13件あったものが今11件になりました。例えばじゃあ、まあ、あとよくあるのは、なんとかプロテインはもういいから、例えばなんか他のものだけ見たい。プロテインって結構いろんなデータ、遺伝子の名前についてるんですけど、まあそういうところで効果を発揮します。さらに次ですね、必ず含むデータセットっていうのがあります。この検索条件の下の方にですね、必ず含むデータセット、今表示しているのはですね、もうあってもなくても全て条件に満たすやつを出すっていうことなんですけど、じゃあ私はどうしても RNA シーケンスは必ず見たいという場合、RNA シーケンスのデータがないデータは信用できないみたいな時にこういう機能を使うと非常に便利です。で、 RNA シーケンスのところにチェックを入れて、この条件で絞り込みをします。そうすると今まで11件あったものが5件になりました。なので6件は RNA シーケンスのデータがまだなかったということで、で、今の検索条件だと肝臓特異的に発現していて、リバーを含んでソルートを含まないで、かつ、RNA シーケンスのデータが必ずあるっていうと、もう5件しかないみたいな感じで、まあ、400件あるのを全部一つ一つ見るのもいいんですけど、なかなかやっぱり骨が折れる作業だと思いますので、まあ、こうやって簡単に自分の知りたい見たいデータを検索できるようになっております。で、じゃあこれをですね、これを、ダウンロード、そのままダウンロードしたいと、この5件かなりもうちょっとじっくり見たいのでダウンロードしたいなって場合は、ここのダウンロードボタンを押すとですね、タブ区切り の、 データがダウンロードできます。
こんな感じですね。その遺伝子の ID の情報ですとか、デスクリプションの情報ですとかが載った一覧表が出てきます。そして、あ、これちょっと私先にこれやっちゃったんですけど、各遺伝子の青字の部分をクリックすると詳細情報を閲覧できますっていうのをちょっと今やりましたね、先ほどね。なのでちょっと飛ばします。それで、あ、ちょっとまあ何でもいいので1個遺伝子を選んでいただいてですね、ちょっと説明しそびれたのがありました。で、下の方にこの IDs ってあるのがあるんですけど、まあ、そこにですね、まあ、これマイクロアレイのデータが最初中心になってるって話をしたんですけど、マイクロアレイの場合ですと、そのプローブっていうその遺伝子とは限らないんですけど、そのハイブリダイゼーションで検出するその目安がどこに設計されているか、まあ、プライマーの仲間みたいなもんなんですけど、まあ、それがどこに設定されているかっていうのも結構重要な情報なんですけど、ここの ID のところをですね、クリックすると、こういうところに飛びます。ちょっとなんか Google っぽいんですけど、この色合いが、これ Google なと読みます。で、これも実は DBCLS で作ってるサービスでして、ね、統合遺伝子検索、ググルナと書いてあります。で、これなんでググルナかっていうと、まあ、ちょっと本当ふざけた名前なんですけど、使えるサービスで、例えばですね、こういうプローブの ID をグーグルで検索してもですね、なかなかどこにこうそのプローブがデザインされてるかなんていうのはなかなか一発で出てこないんですけど、これは一発で出てくるんです。で、それでググルナなんです。ググらないでこっちで検索してくれっていう意味を、まあ、ちょっとふざけたジョークのような名前なんですけど、まあ、そういう風になってます。で、そうするとですね、こういうマイクロアレイのプローブのこう ID で検索をするとですね、それがじゃあ遺伝子のどの領域にデザインされているかなっていうのが一発で出てくるという優れもののサービスです。で、これはレフセックっていう遺伝子のリファレンスシーケンスっていう非常にこう高精度なリファレンス配列のリファレンスデータベースがあるんですけど、そこのデータを全部見に行っています。で、こういうなんか、なんですか、ドキュメント見たことある方いらっしゃると思うんですけど、 NM なんとかとかこういろいろ細かく書いてる情報を見たことある方いらっしゃると思うんですけど、これのですね、下の方に行くと配列の情報が載っていてですね、こんな感じで緑色になってるところがその実際のマイクロアレイのプローブがデザインされているところで、マイクロアレイの発現っていうのはここの緑色になっているところを例えば PCR で増やしているようなイメージです。なのでこういう情報って実はなかなか探し当てるのが大変なんですけど、これ簡単に見れるようになっています。で、それ以外にでもちょっとググルダンはですね、いろいろできまして、あんまり細かく説明しないんですけど、例えば、まあ、普通に遺伝子の名前を入れて検索してもいいですし、まあ、なんかこんな感じで簡単にメッセンジャー RNA の情報を取ってくることができると。で、これもまあ NCBI でいいじゃないかっていう話もあるんですけど、かなり高速に検索ができたりします。あとですね、細かい検索例いろいろあります。まあ、ここを載せたのがいくつかあるんですけど、まあ、曖昧検索ですとか相補差の検索ですとか、まあ、こういうような、あとまあリファレンスのフリーワード検索とか、まあ、多種多様な、もう遺伝子を調べるなら例えば Google で検索するよりここで調べた方が早いというようなことをモットーにしてこれ作っていますので、まあ、ちょっと余談なんですけど、こちらも合わせてご活用いただければなと思います。はい、ちょっとすみません、話がそれ、今10番の話をしていました。で、オーソログ対応、まあ、あればちょっと見ていただきたいんですが、オーソログ対応がちょっとたまたまこれないので、なんともですが、ちょっと対応はないですね。
これオーソログの対応がある場合は、例えば今これ、フィブリノーゲンアルファチェーンっていう遺伝子なんですけど、まあ、こんな感じでマウスの場合は、まあ、こういうオーソログ対応が取られているようなっていうのが表示されていて、まあ、ここをクリックするとマウスのデータに切り替わります。でちょっとマウスなんですけど、これ人のちょっと人体マップが出てきちゃうのはちょっとご愛嬌で、本当はマウスの 3D マップがあってしかるべきなんですけど、ちょっとまだそこまで行ってないんで、まあ、一応人にこう擬似化してこう表現しているということでちょっとご容赦ください。それでですね、12番をやります。で個々の遺伝子の詳細情報はリストに追加することで並列に比較できるって書いてある。これはどういうことかというとですね、皆さんちょっと今絞り込みのデータが残っちゃってるかもしれないんですけど、このレフェックスのこの門どころみたいなところをクリックすると最初に戻りますので、一回戻っていただいて、でまたちょっと肝臓をクリックしてください。でそうするとですね、まあ、また463件に戻るんですけど、例えばじゃあこれ一個一個見てると一個一個は見れるんですけど、このこれとこれをなんかこう並列にこう見たいっていうような場合があるかと思うんですけど、今までそれがちょっとできなかったんですけど、それができるようになりました。でそれがリストっていう機能で、いわゆるAmazon とかのカートですよね、カートに入れて後で比較するみたいな、これの発想はですね、価格 .com って皆さんご存知ですか？あれ使ったことありませんか？あれ結構こうスペックを横で比較するのに良かったりするんですけど、まあそれのイメージです。なので気になる遺伝子があったらですね、これリストにポイ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 追加していきます。でそうするとこのリストを見るっていうところがどんどん増えていきますので、まあちょっと3つ4つ入れてみてください。でちょっとこのリスト機能はですね、ちょっとまだバグがたくさんあってですね、思いもよらぬ挙動をすることもこともあると思うんですけど、ちょっとご容赦ください。でまあ3件ぐらい今追加しましたけど、でこれをリストで表示するとどう見えるかというとですね、まあ、こんな感じで、今3つ入れました。でちょっとこれ画面の幅 の制限があってですね、3つまでしか比較できないんですけど、こんな感じでですね、チェックを入れてから、並べて表示っていうところを押すとですね、これですね、ちょっと文言が今リストからリストになっちゃってるんですけど、ここにちょっと追加を3つ押してください。それで遺伝子を並べて表示っていうふうにするとこんな感じで表示されます。でこんな感じで、まあ、遺伝子の名前からシノニムからヒートマップからこうほとんどこれちょっとあんまり差がないので、あんまり横で見る意味があんまりないんですけど、この辺は、まあ、結構こんな風にして見るとですね、40分類の発現で見ても、例えばこれ肝臓特異的遺伝子3つなんですけど、意外にこう他の臓器でも出てたり出てなかったりなんていうのが結構一目瞭然で分かります。であとまあ ID なんかも横で比較して何が嬉しいんだっていうところもあるんですけど、実はこの ID の変換を細かいことを言うとですね、これ4つぐらい、データベースの ID を使っていて、それぞれ重複がないようにこうデータが組まれているので、同じ名前の遺伝子がいくつか出てくるんですけど、必ずその遺伝子の ID の組み合わせは必ずどれか違ってます。ジーン ID とユニジーンは合ってるんだけど、プローブセットの ID は違うとかっていうのが出てくるので、まあ、その辺もちょっとこうやって並列で並べると非常に分かりやすくなるので、同じのがあるじゃないかと思われるかもしれないんですけど、まあ、データを漏らさないことの方を重要視していて、だから同じような遺伝子の名前が出てきますけれども、中身は必ずどれか違ってるので、まあ、そんな感じでちょっと見ていただければなと思います。でこれの機能のいいところはですね、実はこの下の方にあってですね、遺伝子ファミリーとかジーンオントロジー、ごめんなさい、ジーンオントロジーって普通に言っちゃってますけど、ジーンオントロジーってご存知ですか皆さん？わからない、初めて聞いたという方、わかりました。ジーンオントロジーっていうのはですね、その
遺伝子のその機能をですね、まあ、共通の言葉で書くっていうプロジェクトがあります。でこれちょっとなんかよく分かんないんですけど、あのいわゆるですねラーメンってあるじゃないですか。でラーメンを表現するのに品そばっていう人ともいるわけですよ。で品そばって言ったりラーメンって言ったり中華麺って言ったりするんですけど、全部同じものを指してますよね。品そば食べたいっていう人と中華そばを食べたいっていうのは多分同じものを想像して言ってるんですけど、その分野だったり地域によって、ね、その呼び方が違ったりするんですけど、それじゃちょっと困るよねっていうことで、ある程度共通の、まあ、語彙というかその辞書みたいのを作って、ある遺伝子を表現していくっていう、そう、まあ、それの遺伝子版みたいな、まあ、ラーメンを遺伝子に読み替えていただければいいんですけど、まあ、それを機能別だったり極材別だったり分子的な機能別だったりで分けて表現をしているのがジーンオントロジーっていう、プロジェクトです。でそれのいろいろ説明文があるんですけど、まあこれはつまりその遺伝子の機能をこう表現していると考えていただければいいんですけど、この発現がですね非常にこう肝臓特異的っていうところで似てる3つの遺伝子なんですけど、実はよく見ていくとその遺伝子の機能と働きとしてはですねいろいろこう働きが違ってるっていうのが分かります。でこれざーっと並んでるように見えるんですけど、このハイフンになってるところはその遺伝子についてはその記述がなされてないよっていうことを示しています。なので例えばじゃあ一番この左側の遺伝子についてはなんかあれですね、レスポンスとカルシウムとかなんかこう何かに反応してこう発現が動くような遺伝子なんだな、レスポンスとストレスとかですね、なんかこう刺激があった時に反応する、反応して発現がこう変わるような遺伝子なんだなっていうのが分かるんですけど、この隣の遺伝子についてはそういう記述がないんですね。だ多分作用している基準としては、ストレスとはまた関係ないところで肝臓で働いてるのかななんていうのがある程度類推できると。じゃあ何かというと、なんかこの辺にいろいろ書いてあって、真ん中の遺伝子についてはアルコールのメタボリックプロセスなんでアルコールの代謝に関係していると。ストレスとはまたちょっと別の切り口ですよね。まあそういうような、だ機能が実は肝臓で特異的に発現してるんだけど働きとしては全然違うっていうのが分かります。であと一番右については、この辺の下の方を見に行くとですね、こうアクチベーションオブイミューンレスポンスとか、まあ、免疫系に関与している。のこ左の2つについてはそういう機能は全然記述としてはないんだけれども、右の遺伝子に関してはなんか免疫に関係するような働きが知られているなんていうのが簡単に分かる。この差分がですねなかなか取るのって難しいんですけど、まあ、簡単にできるようになっております。はい、ちょっとざーっと喋ってしまいましたけれども、今説明したところはですね、並列に比較することで見えてくる違いは何でしょうかということで、本当はあのちょっと皆さんに考えていただきたかったんですけど、僕が全部喋ってしまいました。まあ、ちょっと実際にですね、今ちょっと時間取りますので、今13番ですね、自分の研究テーマに関連する、まあ、もしくは何か興味のある遺伝子についてお持ちでしたら、このレフェックスを使ってですね、うまく検索されるか出てくるか、それとも私の遺伝子出てこないじゃないかなっていうご意見もいただけるとありがたいので、ちょっと5分ほど時間を取りたいと思いますので、まあいろいろちょっとガシガシいじってみてください。それでですね、じゃあ一応このバイオ GPS も簡単にですけれども紹介しておきたいと思います。でまあいろいろ書いてあるんですが、これをですねじゃあちょっと使ってみたいと思います。で先ほどちょっとご質問いただいた件もあるので、まあ、その辺も含めて紹介をしたいと思います。でバイオ GPS のこの実習のところに行っていただいて実際に開いてみるとこんなようなインターフェースです。で今回の例では、MYOD っていう遺伝子を検索してみたいと思います。これは筋肉の研究されている方はちょっと聞いたことがあるかもしれないんですけど、筋肉に分化する機能が分化していく時の決定因子として有名な遺伝子です。じゃあこれがどういうところで発現しているのか、まあ、もちろんレフェックスで調べることもできるんですけど、バイオ GPS だとどうかというのを見てみたいと思います。
でこんな感じでいろいろ出てきますが、今回一応メインで見たいのはこの一番下の方ですね。でこういう感じでですね、出てきます、でこのサイトはですね、生物種はいろいろ選べるんですけど、まあ、基本的にはレフェックスと同じで人とマウスとラットの3種類をメインにしています。で下の方見に行くと、バイオ GPS ではこういう縦方向のグラフが出てきます。で搭載されているその組織のデータっていうのはまあこういう感じで、臓器だけじゃなくて細胞の種類なんかいろんな、細胞株なんかも出てきています。で右側にその G 遺伝子 の, ID の情報みたいなものがこういう感じで出てきています。で非常にレフェックスと似てるんですけど、まあ、こういう感じになってます。で下の方にはですね、ウィキペディア、英語版のウィキペディアなんですけど、それのエントリーが貼られています。でこれ耳寄り情報なんですけど、英語版のウィキペディアって結構こうここご覧になると分かる通りで、かなりこう情報がリッチなんですね。その遺伝子がどうやって見つかってきたかとか、まあ、当然英語なんですけど、どういう例えばこう立体構造をしているかとか、かなりこう日本のウィキペディア版にはないんですけど、英語版だとかなりこう例えばインタラクションの情報なんかも書いてあったりとか、あとリファレンスもちゃんと書いてあったりとかっていう風にかなりこうリッチな情報がまとめられているので、これなかなかその遺伝子調べるときには論文を当たるよりはまず最初にこの辺見に行くとなんとなくざっと概要がつかめるので、英語版のウィキペディアは実はおすすめです。はい、でちょっと話がそれましたが、まあいろいろ細々と書いてありますけど、ちょっとこの辺は本質的ではないので、今ですねどうしましょうか、7番までいきましょうか。で「search」って書かれてるところに「search」ですね、ここにキーワードを入れると、例えば「キドニー」だと今赤くなったと思うんですけど、まあ、こんな感じで、選択されて何かそのこの臓器の名前が知ってる場合には、まあ IO となんか筋肉なんで、まあ IO とかってやると、これ心筋ですね、カルディアックミオサイトとか、あと例えばマッスルとか入れるとスムースマッスルが出てきたりとか、スケルタルマッスル、骨格筋が出てきたりとか、まあちょっと結構数が多いので、まあこんな風に簡単にして検索できるようになってます。それでですね、ちょっとこの人のデータっていうのはあんまり良くないという話が実はここのレジュメに書いてあります。でちょっとまあ最初あれなんで、ここでですね生物種をちょっと変えてみたいと思います。でこの生物種を今人なんですけれども、ここじゃちょっとマウスに変えてみます。で今ここでマウスのデータが出てきたんですが、ちょっとだいぶ人のデータとこう発言のバーの様相がだいぶ違うことに気づかれた方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、実は先ほどの人のデータはあんまり良くないデータでっていうことがここから実は分かります。でこの MYOD マイオDっていう遺伝子なんですけど、当然その筋肉に分化するのに決定的な役割を果たす遺伝子なので、まあ、筋肉で当然発現しててほしいんですけど、さっきの人のデータだとなんかどの組織でもまんべんなく出ているように見えたと思うんですけど、あれは実はその先ほどレフェックスのところでもお話をしたんですけど、ハイブリダイゼーションさせてるので、なんかあたかも発現してるように見えるんだけど、全然実は値が低いんです。でここの縦軸、あ、ごめんなさい、横軸ですね、横軸を見ると一目瞭然で、これ0から900までなんですけど、さっきの人のやつだとですね全然スケールが違うんですね、0から20なんです。っていうことでもう全然こう違うんですね。
で、このバイオ GPS の場合気をつけなきゃいけないのが、この縦軸のスケールが自動でこう、まあ、横のスペースが限られてしまうので、まあ、しょうがないんですけど、自動でこう切り替わっちゃうんですね。なので1位にこう見ることができなくて、こういうちょっと注意が必要な場合があります。まあ、低い遺伝子も低いなりに見れる利点はあるんですけど、まあ、よく注意してみないと、まあ、そういうミスリードをしてしまう可能性があります。で、ちょっとまたポチポチで申し訳ないですけど、マウスの方に戻ってですね、見てみるとどういうところで高いかというと、高いのはスケルタルマッスル、非常にこうリーズナブルな結果で、あと下の方を見に行くとですね、さらにもっとそれよりも高く出てるのがあってですね、なんだこれはということで見てみると C2、C12 って書いてあります。で、これは実はあの骨格筋筋分化 の、 そのモデル細胞で、もうすでにその今後勝手にほっといても、筋肉になるような細胞なんですけど、でそれなんでかっていうと、マイオディ1がこうもう自発的に発現してると、そういうあの細胞株なので、まあ、これも非常にリーズナブルな結果になってます。ということで、実はこのマウスのデータの方があの非常にいいんです。で、なんで人はダメかっていうとですね、これ実はあのマイクロアレイが非常に古いプラットフォームを使っていてですね、あのマイクロアレイと一概に言ってもですね、いろいろな種類のマイクロアレイが出ていて、先ほど出てきたプローブのその設計なんかも全然違うんですね。まあ、当然なんですけど、やっぱ新しい方がその辺の昔のデータベースの間違いをこう修正されてたりするので、ちゃんとそのリーズナブルな結果が出てくるんですけど、これ非常にですね U133A っていう、かなりそのマイクロアレイの黎明期に出てきた、もうどんぐらいですかね、10年ぐらい前に出てきたようなアレイなので、あの昨日そのゲノムのアノテーションの話もあったと思うんですけど、アノテーションで間違ってるんですね。アノテーションされてるからって正しいわけではなくて、まあ、当時は正しいと信じられてたんですけど、まあ、よくよく調べてみると正しくなかったみたいなことはまあまああってですね、まあ、そういう情報をもとに設計をされている、場合があってですね、でそれでちょっとこういうどれにもまんべんなく当たっちゃってるみたいな結果になっています。じゃあバイオ GPS は人で使えないのかっていうことになるんですけど、実はですね最近ここにデータセットを切り替えられる機能がつきましてですね、人の場合はこのチェンジを押すとですね、ちょっと時間かかるんですけど、こんな感じでデフォルトデータセットっていうので4つ出てきます。で、最近新しく更新されたデータセットっていうのを見れます。で、それがこの上から3番目のバーコードオンノーマルティシューズってやつがあってですね、これが非常に最近の、割と最近のプラットフォームで測定されたデータです。そうすると先ほどのやつと全然こう様相が違ってですね、なんかそれっぽい感じになります。で、そうやって見てみるとスケルタルマッスルでこう非常に高いというような、まあ、先ほどのこうまんべんなく出てるのから比べるとなんかそれっぽいようなデータが表示されますので、まあ、もしバイオ GPS で人のデータを検索したいっていう場合は、デフォルトのデータセットではなくて、こちらのバーコードオンノーマルティシューズって方に切り替えて使った方がいいと思います。それでですね、あ、で先ほどコメントがいただいたですね、例えばこのじゃあマイオD1 っていう遺伝子は筋肉で高く出てるっていうのは分かったんですけど、じゃあこれに似た発現をする遺伝子出してくれよっていうニーズがあると思います。それはこの上の方のですねタブで、コリレーションっていうタブがあります。で、ここにですね、相関係数が 0.9 で、まあ、カットオフがデフォルトになってるんですけど、まあ、かなり似てる度合いとして、発現のパターンとしては非常に似てる遺伝子をこう5を押すだけで簡単に出てきます。ちょっと皆さんで一斉にやってるせいかちょっと返ってこないですけど、割とこれ簡単にすぐパッと返ってくるんですが、返ってきません。
ちょっと帰ってこないみたいなので先に進みたいと思うんですが、まあ、ここにですねいくつかこう遺伝子が出てきてですね、その中にMYF5 っていう遺伝子が出てくると思うんですけど、これ MIF5 って言ってですね、そのマイオD1 と非常にこうインタラクションをすることが知られているその筋肉分解に必要なあの遺伝子が出てきたりもします。なのでこういう調べ方をしたい場合にはちょっとレフェックスにはまだこういう機能ないんですけれども、もしこういう発現が相関しているような遺伝子を探したいなって場合はこちらを使うと便利かもしれません。それでちょっとだいぶ駆け足できちゃったんですけど、まあこんな感じでですね、ちょっとまた時間を取りますので、ちょっといろいろ使ってみてください。で、自分の興味ある遺伝子について調べてみたりですね、まああとまあ自分の興味ある遺伝子がすぐ浮かばないよという場合は、iPS 細胞を作るために必要な4因子、まあ、ここに書いたような4因子がありますけど、まあ、これがじゃあどういう組織で発現してるのかななんていうのをちょっとこれで調べてみるといいかもしれません。さてそれではですね、じゃあ、個々の遺伝子発現についてはこのぐらい でですね、次はもうちょっとじゃあ機械の力を借りて、まあ、数百とか数千みたいな結構人間の目で見るのはしんどいよっていうある程度のこう遺伝子群の解析をやってみたいと思います。でこれもですねいろいろあるんですけど、これ私の独断と偏見でいいなと思ってるやつを紹介したいと思います。デイビッドっていう、こう人の名前みたいなデータベースなんですけど、こういうものがあります。でこれ何ができるかっていうとですね、まあまあそのものでもうここに書いてある通りでマイクロアレイデータ、まあ、これに限らないんですけど、まあ、大量なデータの生物学的な解釈がなんですかね、ポチポチしていくだけでクリックベースでできるようになってます。で、マイクロアレイやったことないよなんて方もちょっと何人かいらっしゃったので、まあ、簡単に説明をすると、要はですね、まあ、RT-PCR をこう2万回とか3万回とかやるのを1回で出てくる、まあ、そういう地引き網みたいな一本釣りではなくて地引き網でこう海からザバッと取ってきて全部調べてやるみたいな、そういう結構やんちゃな方法です。なので一度に取れてくるのがですね、1個2個だったらこう、あ、この遺伝子は発現してるしてないとかって話ができるんですけど、発現してる遺伝子が数千個とか発現が低かった遺伝子が数千個とかってなった時に、なんじゃこれやみたいな話になるので、これをですね、なんとかその生物学的な意味を考えないとお金が無駄になってしまいます。なので、ここに書いてある通りでマイクロアレイ実験の一般的な目的っていうのは、ある実験条件によって得られた複数の遺伝子があった時にその発現が生物学的にどういう意味があったかを考えるというのがまず第一です。で何でもそうなんですけど、特にですね、こういう大量のデータが出てくる場合は、まあ、統計解析みたいなことちょっと難しく思われるかもしれないですけど、まあ、比較するためには必要な手段なんですけど、まあ、統計解析でいろいろグリグリやったりします。なんですが、まあ、ここで出てくる例えばよくある何でしょうね、2倍以上発現が増加したとか2倍以上発現が減ったとかっていう話って、その2倍に何か根拠があるのかっていうと特に何にもなくて、ただ単にその便宜上そういうふうに2倍とかって、まあ、あと昔からよく2倍でやってるからとかそういう結構いい加減な理由で実は決まっててですね、そこに何もそのバイオロジカルな解釈は一つもないわけです。まあ、ただ全部見てもやっぱりこう見切れないので、ある程度その敷地を作るっていうのが重要なことなんですけど、まあ、それをやった後にじゃあその得られた何か意味のありそうなセットがじゃあどういう特徴が生物学的に特徴がありそうなのか、実験条件とどういう関係があるのかなんていうのはやっぱり人間が目で見て人間が頭で考えないといけないということなの で今回はその方法の一つとして先ほども出てきましたジーンオントロジーです。このジーンオントロジー結構便利でこういうことにも使えます。で、このマイクロアレイの結果にジーンオントロジーを与えてあげて、でそのじゃあジーンオントロジーがどのぐらいたくさん出てくるかとかどのぐらい優位にたくさん出てくるかとかっていうのをざーっと調べてあげると、だいたいその1000個とか100個とかの遺伝子のセットの特徴がなんとなく見えてくると、そういう、解析です。で今回の講習はですね、これちょっとクイズみたいになってます。
で謎のデータを用意しましたの でこの謎のデータがですね、何のデータだったかっていうのを皆さんにちょっと実際に考えてみてもらおうと思います。で本来の実験の、進め方ですと、自分はやっぱりちゃんと対象区と、実験区で条件が違うことは分かってて、それを比較するんですけど、まあ、今回謎のサンプルと謎のサンプルの対象群コントロールがあった時にこういうデータが出てきました、じゃあ元の実験条件は何だったでしょうかっていう、まあ、普段やらない方向なんですけど、まあ、ちょっとイメージするトレーニングとしては非常にいいので、まあ、ちょっとそんな感じでやってみたいと思います。でこれもサンプルデータとして、公共のデータを持ってきました。でこのデータはある実験の前後の2群か、何か実験をする前と後の2群で、発現が実験群で減少した遺伝子っていうのを集めてきました。でそれがマルヒ遺伝子リストです。でこれをですね、右クリックして開いて、新しいタブで開いていただいてもいいですし、名前をつけてリンク先をご自身のパソコンに落としていただいても構わないです。そうするとこんな感じで謎のですね、文字列がたくさん出てきます。でこれ全部マイクロアレイの ID です。プローブの ID です。でこれがですね、おそらく4000か5000入ってると思うんですけど、まあそういうこれだけを見てですね、あこれは何のデータだとかって分かる人は世界中探しても誰もいないと思います。ですが今回紹介するデイビッドを使うと、なんとなくこれが人間様が分かるような解釈ができるようになると。でこれをですね、全て選択のちコピーをします。何でしょうね、Windows だと Ctrl A とかってやると全選択ですかね。 Mac だと Command A ですね。でコピー、全部選んでコピーします。でこのマルヒ遺伝子リストがですね、じゃあどのような実験から得られたデータなのか、どのようにこれが解釈できるのかっていうのを皆さんおのおのデイビッドを使って考察してみようと、そういうコーナーです。では早速じゃんじゃんいきたいと思います。デイビッドを使って発現データの結果を生物学的に解釈するということで、デイビッドのリンクがですね、これですね。まあ、デイビッドでググってもですね、出てこないかと思いきや結構上位に出てきます。結構有名なんですかね、デイビッドっていうと結構有名な人が何人かいるので、なかなか出てこなさそうなんですけど、結構トップに出てきます。英語版関係ない、はい。でこれがデイビッドのインターフェースです。でですね、もう、サクサクいくとスタートアナリシスっていうところを押します。左上ですね。でまずはじゃあアップロードしてくださいっていうことが出てきます。で今回コピーした遺伝子のリストがあるので、これをここの窓にペーストするか、もしくはダウンロードされた方は Choose from a file のところで選んでいただくと、どちらかです。で私は今貼り付けました。で次にじゃあこの貼り付けた ID っていうのは何かっていうのを教えてくださいって言われてます。でデイビッドのいいところはですね、いろんないわゆる ID が使えます。まあ、今回は実はこのアフィメトリクス3プライム IVT の ID なんですけど、まあ、そのままで構わないんですけど、それ以外にじゃあどういうのが入ってるかって見てみると、例えばアジレントって聞いたことありますかね。これもマイクロアレイのベンダーの一つで、アフィメトリクスとこう競ってる世界のツートップですねの ID ですとか、あとはアンサンブルっていうゲノムブラウザーの ID ですとか、あと耳なじみのあるやつですと、まあ、ジェンバンクのアクセッション ID とか、とレフセックもありますっていうふうに、ユニジーンとか聞いたことありますかね。
っていうふうに結構こう著名な世界中のデータベースについてはかなり網羅されている方だと思います。で今回はまあそのまま変えないで結構です。でステップの3としてそのリストのタイプを選べって書いてあるんですけど、今回はその意味のあるリストなので人員リストの方を選びます。でバックグラウンドっていうのは何かっていうと、もう自分でそのデータセットを決め打ちしたい場合にコントロールとして用意するしたいとかっていう場合はバックグラウンドで1回全部のデータセットを投げて、でさらにもう1回別のところで人員リストとしてあげると。で今回はもうデイビッドのデフォルトのバックグラウンドを使いたいと思いますので人員リストの方にチェックを入れてください。でこれが終わったらサブミットします。それで、サブミットをしましたらこれから5番ですね。でアップロードしたリストは、左側のリストマネージャーでアップローデッドリスト1として保存されますとかあります。これですね、あリスト1ですね、ごめんなさい。でここで一つ分かったことがあります。このデータの生物種も最初分かんなかったんですけど、生物種がなんとここで分かりました。アラビドプシスって書いてあります。アラビドプシス、あれ聞いたことありますよね。白犬ナズナですね。植物のモデル生物として有名な、それのデータなんだっていうことがまず一つ分かりました。でそれがあごめんなさい4000とか言いましたけど3000個ですね。2928個あるそうです。なのでじゃあ一つ分かったことは白犬ナズナの実験データだなということが分かりました。でもうこれで終わりです。でこれで、まあ、特に間違いがなければ、でこれ例えば ID が合ってなかったりすると、まあ、アンノーンが一つあったんですけど、まあ、全然ここにマップされなかったりするとちょっと ID が間違ってる可能性があります。したらば、もう早速ですねファンクショナルアノテーションツールというところをクリックします。そうするとですね、いろんなこのなんていうんですかね切り口でこのデータの3000個のデータをこうバラバラにしていくことができるんですけど、まあいろいろあります。で一番おすすめはですね、先ほど来紹介をしているジーンオントロジーというところを使うとなかなかクリアに解釈ができます。でここのですねボタンをポチッと押すと展開します。それでですね、今7番8番なんですけど、でジーンオントロジーってちょっといろいろあのラーメンの話とかしちゃったんですけど、こうですねジーンオントロジーとかやると一応日本語のウィキペディアがあるにはあるんですけどちょっと分かりにくいんですが、基本的にはそのさっきのラーメンの話をちょっと思い起こしていただければいいんですけど、こう階層構造になってるんですね。階層構造って分かりますよね。こう例えばラーメンだったら食べ物っていうのがあって、で次にこう麺類とかがあって、で材料は例えば小麦粉でできていて、だからうどんとは違うんですよねとかみたいなのがこう上からこう階層的になってるんですけど、ちょっとイメージが湧かない方はこの遺伝子オントロジーをちょっと読んでもねよく分かんない可能性が高いんですけど、一応日本語のウィキペディアもありますので、ちょっとやばい、ちょっとよくわからないよという方はちょっとこの辺を見ていただければ幸いです。でまあこれがわからなくてもわかります。でですねその階層構造になってるよっていうのはここで Go ターム の BP12345 ってなってます。これが実は階層の深さを表していて、1ほど浅いで5ほど深いですね。なのでまあ1から見ていくのがまあ一番いいんですけど、1を例えば見るとですね、非常にこうこの場合は浅すぎるんですね。こうラーメンを表現するのに麺類としか書いてないんで、それがうどんなのかそばなのか分かんないんですね。まあ、ご飯と違うことは分かるんだけど、まあ、麺類ってことしか分かんないんです。でだんだん細かくなって5番を見に行くとですね、
今度非常に細かすぎて、まあ、まあ分かることは分かるんですけど非常に細かいんです。もうかなり細分化されているところのタームを見に行っているので、まあ、これでもあの非常にいいデータなんですけど、まあ、いきなり見に行くのは大変です。ということでこのデイビッドの人たちがですねこの便利なセットみたいなのを作ってくれてます。でそれがこの赤字になっているところです。で Go タームの BP ファットって書いてあるんです。でこれあのハテナがついてるんですけどこれ見に行くと何がなんでファットなのかっていうのがいろいろ書いてあります。でまあ要はですね、まあ、Go 解析のチャンピオンデータセットみたいなのがあって、まあ、基本的にここを見に行けばほとんど大丈夫です。で細かいことはいろいろあるんですけどこれを見に行けば大体大丈夫ですというセットです。でこれを見に行くとですね一番上がごめんなさい、ちょっと BP の説明したかったですね。3つ実はジンオントロジーってありまして、バイオロジカルプロセス、生物学的プロセスと、あとセルラーコンポーネント、まあ、細胞の構成要素、細胞のどこにそれが存在しているかみたいな話ですね。あともう一つはモレキュラーファンクション、分子の機能として、まあ、この3つで表現をされていて、まあ、デイビッドについてもこの3つが実は出てきてます。それが、Go ターム BP というのはバイオロジカルプロセスで CC がセルラーコンポーネントで MF がモレキュラーファンクションということでこの3つが柱になってます。なので基本的にはこの FAT ってなってるところこの3つありますね、赤くなってるところこの3つを見れば大体概要がつかめますので、見てみましょう。で生物学的なプロセスとしてどういうところに関係しているかっていうのを BP っていう話をしたんですが、でそうするとフォトシンセーシスっていうのは一番トップに出てきます。でこれあの P バリュー順にこう並んでます。なので上に行けば行くほどかなり優位に、その機能がそのリストの特徴として考えられるよっていうふうに考えてください。でそうすると、フォトシンセーシスですとかその下見るとフォトシンセーシスライトリアクションとか書いてあります。フォトシンセーシスってあれですよ、光合成ですよね。光合成に関する機能が上位に来たということです。でさらにじゃあ他の CC なんかも見てみましょう。CC はセルラーコンポーネントなので細胞の中でどういうところで活躍している遺伝子が多かったのかなっていう視点で見るといいかもしれない。でそうするとプラスチドとかクロロプラストとかチラコイドとかなんかちょっとこう聞いたことあるようなタームが出てきますね。中学の理科の授業とかでやったような記憶が蘇ってくるんではないかと思うんですが、まあ、そんなような言葉が出てきます。でモレキュラーファンクションについてもちょっとまあ参考までに見てみます。そうするとコファクターバインディングとかクロロフィルバインディングとか、まあ、この辺がちょっとキーワードになりそうなところですね。クロロフィルとかもちょっとなんか似たようなところで出てきましたよね。というような感じでですね、もうこれで終わりなんですけど、はい。で、このサンプルデータの答えをクリックしないでくださいね。ここ出ると見えちゃうんで、まあこんな感じで見えてると思いますので、でちょっと時間を取りますので、このじゃあデータセットがどういうデータだったのか、もう一回おさらいをするとですね、今回のデータっていうのは実験の前後の2群間のデータで、この3000個っていうのは下がった遺伝子ですよね。何か実験をして下がった3000個の遺伝子の特徴が今ここに出てきてるわけです。例えばバイオロジカルプロセスで言えば、フォトシンセーシス、光合成に関する遺伝子がかなりその3000個の中に含まれていたと。一方では、まあ、極材でいうとプラスチドとか
そういうキーワードが上位に出てきたと思うんですけど、これですね、クロロプラストとかプラスチドとか、こういう遺伝子群が優位に多く含まれるっていうことは、どういう実験をした時にこういう遺伝子が下がるかっていうのを考えてみてください。そうするとそれがある程度、まあ当たらず、まあドンピシャで当たらなくても構わないんですけど、どういうことをした時にそうなるかっていうのを考えると、おのずと答えが見えてくるかなと思います。で、本当は、まあ、先ほども言った通りで、もう実験の条件は分かっていて、これ何の意味があるんだろうっていうのでこういうことをするんですけど、ちょっとそれとは逆なんですが、発想としては発想の転換というか逆引きみたいな感じですね。で、非常に難しい実験ではないです。非常に簡単な、皆さん中学校で習ってるような現象です。中学校高校での、まあ、生物取られてない方はちょっとあれかもしれないですけど、はい、誰もが知ってる現象ですだと思います。のでちょっと時間を取りますので考えてみてください。あと今回はジーンオントロジーだけでちょっと言ったんですけど、それ以外にもいろいろこうカテゴリーはあるので、余裕のある方はこの辺他のもどういうなもんがあるのかなっていうのを見てもらえると、まあ、また違ったジーンオントロジーとは違う切り口ですけど、何かそういう知見が得られるかもしれません。まあ、よく使われるそのパスウェイの情報なんだけど、ケッグのパスウェイとか、まあ、どういうパスウェイにこう関係しているのかななんてのも気になる方は考察の一つの材料にしてみるといいかもしれません。ケッグでやってみても1位はやっぱりフォトシンセーシスなんですね、なんてことが分かります。どうでしょう、どなたか我こそはという方いらっしゃいますか。こんなんじゃないかなみたいな、もちろん間違ってても全然構わないんですけど、まあ、私はこういう解釈をしましたっていうようなご意見いただけると非常に他の方の参考にもなるので、我こそはという方いらっしゃったらもし教えていただけると。どうでしょう、大体どうイメージできましたかね。全然わかんないよっていう方はいらっしゃらないですよね。大体なんとなく見えてきたのではないかと思うんですが、どうでしょう。じゃあぼちぼち解説をしていきたいと思いますが、どなたかいいですか。私が解説をしてしまいますが、それではですね、答えを発表したいと思います。このサンプルデータの答えのボタンをですね、ポチッと押すと答えが出てきます。こういうことだったんですね。どうでしょう、皆さんのイメージと当たらずとも遠からずだったではないでしょうか。これはですね、白犬ナズナの植物の細胞と植物の細胞をコントロールにして、でその細胞をですね、細胞壁分解酵素、細胞壁ってあるじゃないですか、植物の、あれを取り除いた時に得られるそのプロトプラストっていう植物細胞、細胞壁がなくなった植物細胞のことプロトプラストとかっていうんですけど、まあ、それとの比較だったんですね。でなんかよくわかんないよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、植物ってその脱分化するとかって大昔から
あの継ぎ木ってあるじゃないですか。植物ってその葉っぱを切って土に植えたらまたもう一回全部個体が再生するんですよね。動物はあの例えば僕の腕をこうちょん切って土に植えても僕はもう一回生えてこないわけなんですけど、植物はそういうことができるんですよね。腕に当たる部分がどこか分かんないですけど、まあ、ちょん切って土にもう一回植えてもそこからもう一個体、いわゆるまあクローンみたいなのができるわけで、まあ、昔からこういうことは知られてたんですけど、まあ、それのまあ前段階というか、で一回この機能を失う必要があるんですね、脱分化をする前に。でこれって実はその今話題こっちですよ、 iPS 細胞と一緒なんですね。iPS 細胞も例えばなんかこう尻尾の細胞とかを取ってきて、でそれをこう山中ファクターをこう振りかけるとですね、あの一回こうゼロに戻るんですよね。あの初期化とかってリプログラミングとかって言いますけど、まあ、それに近いことが実は起きてて、そのなんか働きを持ってる状態、我々の例えば何でしょうね、体の細胞って何か働きを持ってるわけなんですけど、まあ、植物細胞の働きって何かっていうと光合成することなんですよね、主な働きは。でそれが実際こう植物細胞を、細胞壁を取っ払ってやっちゃうと、まあ、それどころじゃなくなってですね、一回こう何か元に戻ろうとするみたいなところがあって、それでこういう、発現が下がる遺伝子の中にフォトシンセーシスですとかクロロプラストみたいな、そういうキーワードがたくさん出てくるということです。なのでこれ実はちょっと下がる方を今回紹介したんですけど、実は実際面白そうなのは上がる方だと思いませんか。上がる方には多分何かその初期化に関係するリプログラミングに関係するような因子が入ってそうな気がするんじゃないかと思うんですけど、で実はなんでこういうデータかというと、私ちょっとそういう元々の仕事がこういうような脱分化のちょっと仕事をしていたのもあって、で実はこのデータも実際自分の論文に使ったりもしたんですけど、まあそれの一つの例ということでちょっとこんなのを挙げてみました。なので本当はですね、もうこれは実は分かってるわけです。コントロールと実験の条件が分かってるんですけど、それでじゃあ下がったやつだけ見ても、あなんだこれただのリーズナブルな結果じゃないかってことになっちゃうんですけど、じゃあ今度は上がった方はでもなんでこんな遺伝子が上がってるんだろうみたいな遺伝子がたくさん多分きっと出てくるはずなんですね。でそこから何かこう自分の知識とデータと見比べて、なんか新たなその仮説を立てたりですとかっていうふうにしていくと、何か今までその、まあ、例えば論文をずっと読み続けて過去のこう知見を貯めてたのとはまた全然違った切り口で、こうこれもパブリックなデータですから世界中誰でもアクセスできるんですけど、そこは皆さんの知恵の見せどころで、賢い人は世界中にたくさんいるので、まあ、公開しておくと、まあ、そういうなんていうんですかね、データから新たなこう知識発見ができるっていうような、まあ、一つの、まあ、例じゃないかなというふうに思いますので、まあ、この辺のちょっとおおと思われた方はですね、まあ、自分に関係するデータを実際にダウンロードしてきて、まあ、こんな解析をしてみるだけでもなんかちょっとこうそれっぽいというか、なんかデータ解析っぽいなみたいな、いわゆるビッグデータとか言うじゃないですか今。ビッグデータですよ、これも3000個ですけど、人間でなかなか見れないので、まあ、そういう解析が結構簡単にウェブ上でできるよと、まあ、そういう話でした。それでですね、ちょっともう時間もあれなんですけど、デイビッドに似たツールでですね、パンサーっていうのが実はあります。でこれちょっと時間もあれなんであんまり説明しないでおこうと思うんですけど、まあ、デイビッドに似たマイクロアレイデータの解析ツールって書いてあるんですけど、まあ、今回ですねかなりデイビッドでクリアにこうデータ解析ができたように思うんですが、まあ、ちょっといまいちよく分かんなかったなという方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、似たツールなので結局ジーンオントロジーとかを使ってこういろいろ発言解析をするわけなんですけど、まあ、そういう場合はこのパンサーをちょっともう一回使ってみると、まあ、いわゆる何でしょうね、セカンドオピニオンみたいな感じで、まあ、もう一つの、まあ、候補としてこっちを使ってみるっていうのも一つの手だと思います。なので、まあ、先ほどの同じデータを使ってですね、その解析結果にどういう違いがデイビッドとパンサーでは出てくるのかなんていうのを比較して見てみるっていうのも一つ興味深いことだと思います。
まあ、しかしながらですね、このパンサーはちょっといけてないところがあってですね、サポートされてる ID が全然少ないんです。でこうポチッと押すとですね、ちょっとそのリストが出てくるんですけど、これだけなんです、たった。デイミットはこれの3倍ぐらいあったと思うんですけど、たったこれしかないんです。なので非常にこうちょっといけてないんですけど、まあ、そんなこともあろうかとみたいな形でですね、で実はデイビッドの方に ID の変換機能があります。で ID の変換ツールとしてバイオマートなんていうサービスもあるんですけど、ちょっとわざわざねで ID 変換するだけでこれ使うのもちょっとかったるいので、まあ、デイビッドを使うとですね ID の変換ができます。なのでちょっと ID の変換だけちょっと紹介をしてですね、その後の解析はちょっとまた皆さんご自宅でやっていただくという形にしたいと思います。で先ほどのデイビッドに戻っていただいてですね、このアノテーションサマリーリザルツのところの下の方に行くとですね、あれ違うな、どうだっけ、一回スタートアナリシスをもう一回押していただいて、で今多分時間が経ってなければキャッシュで残ってると思うんですけど、まあ、このデータこういう感じでアラビドプシスの先ほどのデータが残ってる場合ですね、残ってなかったらもう一回アップロードする必要があるんですけど、下の方行くとここにですね GeneID コンバージョンツールっていうのがあります。でこれをやるだけで実は簡単に ID がコンバージョンできる。今アフィメトリックスのプローブの ID なんですけど、だこれをパンサーで読み込み可能な、何かの ID に変えればそのままできるということになってます。なので、これですね ID 変換リストはすでにアップロードしてあります。なのでそのままこのオプション1ですね、オプション1これですね、これを、ここを変換したい ID に変えます。で今回はここに書いてあるんですけど、アントレの GeneID というふうに変えてみたいと思います。ここですね、ここの部分を今、アフィメトリックスの 3'IVTID なんですけど、これをじゃあアントレ、アントレ GeneID、 これですね、上から10番目ぐらいになるやつですね、これを押してサブミットすればこれだけで、そうすると、まあ、こんなような対応表みたいなのが出てきますが、2928個すべて成功しています。でうまくいかない場合はですね、この辺に例えば重複がある場合なんかはこの辺にアンビギュアスで出てきちゃったりもするんですけど、今回はまあうまくいって全ての ID がアントレジーン ID に変換できたということです。なのでまあこの辺のこれですね、フロームからトゥーになったということですね。この行2行目を使うとそのままパンサーに今回のアラビドプシスのデータを流し込めるということになっています。でこれダウンロードしたい場合にはここのダウンロードファイルってところを押すとタブ区切りでダウンロードできるので、まあ、ちょっと気になる方は、まあ、Excel 等々でこう整形したりとかするといいかもしれない、まあ、必要なのはおそらくこの ID の情報だけなので他のものはあんまり必要なかったりするので、まあ、その辺サクサクとこう消しちゃって使うっていうのが一番実践的じゃないかと思います。ということでパンサーを使って、まあ、デイビッドと同じようなことをやるやり方はここに書いてある通りですのでやってみてください。で結論から言うとですね、あんまりこのアラビドプシスのデータはパンサーでやると芳しくないですということで、あんまり参考にならないのでちょっとやらないところもあるんですけど、まあ、それ以外にもですね、脂肪細胞の分化の過程で発現した上位500個の遺伝子のリストなんかもあるので、まあ、こっちの方でやるともう少し
あのリーズナブルな結果が返ってきたりしますので、割とそのデータセットによって癖というか解析の結果にこういろんなブレがあるので、まあ、複数のソースをこう当たってみてやってみるっていうのは一ついいことだと思いますので、まあ、ご自身のそのなんていうんですかね、仮説構築に合った方を使うというようなことをされるといいんじゃないかなと思います。